パパやっと地獄に落ちたって？なんてこと言うのよ。結構かかったわね。余命半年の予定が2年近くは生きたんじゃない？私とパパを捨てた女と話すことなんてないんだけど。これでも母親よ。パパを失ってあんたがショックを受けてないか心配してるんだから。冗談やめてよ。パパが余命半年と分かって浮気相手と駆け落ちしたくせに今さら何が心配よ。昔のことはいいじゃない。レナも高3でしょ。パパがいないんじゃ大学も行けないわね。まあ行く頭もないか。そんなこと言うために連絡してきたわけ？違うわ。本当にあなたを心配してるの。今さら何なの。私の友達のお父さんと駆け落ちされてどれだけ恥ずかしい思いをしたかあなたには分からないでしょうね。レナも大人になれば分かるわ。愛ってね、自分じゃブレーキをかけられないものなの。子供の私でも分かるわ。分別のある大人はブレーキをかけられるの。じゃあ私のブレーキは整備不良で壊れてたのね。つまんないこと言わないで。整備不良なのはパパのせいよ。私に満足いく生活を送らせなかったから。パパは頑張って仕事してたでしょ。もっと稼げる男だと思って結婚したんだけどね。結局年収800万程度の凡人だったわ。だからって人のものに手を出して挙句の果てに奪って逃げるなんて人のすることじゃない。前からあんたの友達のパパを狙ってたのよ。会社社長で羽振り良さげだったし、一か八か口説いてみたら簡単に落とせちゃった。最低。ちょうどパパの余命が告げられたタイミングだったし、愛を貫くにはちょうどいいかなって。勝手に貫いてればいいでしょ。それがさ、別れちゃったの。どうでもいいんだけど。私一つだけ後悔してることがあるのよね。あなたでも後悔なんてするのね。離婚届出すんじゃなかった。浅はかだったわ。は？自分が置いてったんでしょ。あの時は彼と再婚するつもりだったから一刻も早く離婚したかったんだけど、今となってはパパをキープしとくんだったって後悔してるの。何言ってるの。籍さえ入れておけば遺産が半分も手に入ったのよ。やっぱりそれが目的なんだ。もったいないことしたわ。離婚してくれててよかった。そんなこと言わないで。ママも反省してるのよ。どこがよ。浮気して家族を捨ててごめんね。本当に悪かったと思ってるの。ところでパパの遺産相続したんでしょ。だから何。ねえ、いくらあったの。他人には関係ない話なんだけど。何が他人よ。あんたは私が産んだ子よ。結果捨ててりゃ世話ないよね。口答えするんじゃない。母親ぶらないでくれるかな。あー、可愛くない。だから捨てられるのよ。捨ててくれてありがとう。偉そうな口聞いてるけどね、あんたは未成年なのよ。一人じゃ何もできないひよっこなのよ。ご心配なく、いくらよちよち歩きだろうとあなたの手だけは借りない。今に助けてって泣きついてくるわよ。世の中はそんなに甘くないの。私もいろいろと忙しいの。クズの相手してる暇ないんだけど。そんな口聞けるのも今のうちだけだからね。覚えてろ。私は高校3年生のレナです。数日前に父を失い、悲しみのどん底にいます。母は2年前に友達の父親と駆け落ちして私と父を捨てましたが、あの時どこかほっとした自分がいたのも事実です。母には子供の頃から気分次第で怒鳴られ、人格を否定され続けてきました。なぜ私は愛されないのか悩んだ日々もありました。でも父だけは忙しい仕事の合間を縫って私と出かけたりして愛情をかけてくれたのです。金目当ての強欲女なんかにパパのお金は渡さない。私は心にそう誓いましたが、あの女はとある人物を私に差し向けたのでした。数日後。弁護士来た？何なの、いきなりあんな人よこして。あなたのことが心配だから相談したのよ。親を失ってたった一人で不安だろうと思って。法廷代理人とか未成年後見人とかいろいろ言われてよくわかんないけど、あなたに助けてもらうつもりはない。強がったってあんたは所詮ガキなの。財産の管理も処分も自分じゃ何一つできないのよ。だとしてもあなたの世話にはならない。ほっといて。私が未成年後見人になってあげる。はい。保護者のいないあなたの代わりにママがお金の管理してあげる。
ねえ、字読めてる？頭だけじゃなくて目まで悪くなったわけ？頼らないって言ってるの？かわいそうなレナ。そうやって強がって虚勢を張っていないと崩れ落ちちゃいそうなのよね。わかるわ。何言ってんのこいつ。でももう大丈夫、ママが支えてあげるから。支えどころか邪魔なんだけど。久しぶりにママのオムライス食べたいでしょ。自分で作った方が美味しい。料理の下手さ自覚してないわけ？卵の殻が入ったオムライスなんか二度と見たくないわ。じゃあお寿司でも行きましょう。パパの財布にお金が残ってるでしょ。なんであなたと食事なんか行かないといけないわけ？積もる話もあるでしょ。恋バナとか相談乗るわよ。必要ない。今は許せなくてもそのうちママがやったことを理解できる日が来るわ。その日まで待つから。一生来ないし待たないでいい。じゃあどうしたらいいのよ。ママはレナと暮らしたいの。金目当てのくせによくそんな嘘言えるね。お金はレナが相続したものよ。私はその財産を適切に管理するだけ。そんなの信用すると思ってるの？未成年が意地張ったってやれることは限られてんのよ。ご心配なく。とにかく私が後見人になる。その方向で手続きを進めるから。余計なことしないで。いいから任せておきなさい。それからいい加減言うこと聞かないとあんた訴えるよ。は？私はパパにお金を貸してたの、100万円。嘘よ。パパがなぜあなたから借りる必要があるわけ？本当よ。借用書だってあるもの。入院費用に困ってるって言うから私が実家から借りて貸したの。それが何？その借金もあなたが相続したってこと。え？相続人が返済する義務があるの。弁護士に聞いたから間違いない。100万なんて払えるでしょ。遺産がいくらかあるんでしょ。その借用書ってやつまずは見せてよ。子供が見たってわかんないわよ。いいから後で写メ送っといて。めんどくさい子ね。わかったよ。数日後。来週にはそっちに引っ越せると思うわ。は？誰がいいって言った？子供を一人で放っておくわけにはいかないでしょ。お金目当てもここまで来ると本当に情けないわね。そろそろ教えてくれてもいいでしょ。パパいくら残したの？5億。え？思いのほか株を持ってたみたい。でかした。冴えない中年だと思ってたけどなかなかやるじゃない。なんで喜んでんの？あなたには1円も入らないのに。子供が5億なんて大金手にしたら人生が狂ってしまうわ。ママがちゃんと管理するからね。ママはいるけど。は？言いたくなかったけどしつこいからもういいや。私にはママがいるの。何言ってるの？あなたのママは私でしょ。パパ再婚したのよ。嘘でしょ。病気の男がどうして再婚なんかできるのよ。パパ余命が分かってからいろんな人に会いたいって連絡してたんだ。それで大学時代の恋人だった美佐子さんって人が来てくれてね。その女こそ金目当てでしょ。一緒にしないで。美佐子さんも旦那さんに浮気されて捨てられて同じ境遇だったから二人とも意気投合してさ。詐欺師のやり口よ。私が学校行ってる時とかよくお見舞いに来てくれたの。そうやってパパを誘惑したの。悪い女ね。仮にそうだったとしてもパパの人生の最後を彩ってくれたのは美佐子さんだよ。パパだけじゃなくあんたまで騙されてるの？目を覚ましなさい。パパは病床でプロポーズしたの。美佐子さん泣いて喜んでた。泣くほど遺産が欲しかったのよ。あなたを見てきたからわかるの。美佐子さんが金目当ての最低女じゃないってことが。私がそうだって言いたいの？そうよ。美佐子さんは本当にパパを愛してくれてた。そいつは金目当ての強欲女なの。あんたは子供だからわからないのよ。美佐子さんはプロポーズを一度断ってるのよ。きっと遺産目当てだと思われたくなかったからだと思う。結局席入れたんだから一芝居打ったのよ。そいつかなりの悪党よ。でもパパがいなくなってもずっと一緒にいて私に優しくしてくれる。席を入れたってことは遺産はそいつとレナで半々よね。あんたの分の遺産も狙ってるから今は優しくしてるだけ。美佐子さんは相続放棄したわ。は？結婚したばかりの自分に受け取る権利はないって。それも計画のうちよ。あんたさえ手なずけておけばいつかは自分のものにできると踏んでるからなの。
よくもまあそこまで悪い方向に物事を考えられるもんだね。ある意味感心するわ。私にはわかるのよ。そんな女さっさと追い出してママと暮らしましょう。絶対に嫌。なんでよ。美佐子さんのオムライス殻も入ってないし、すごくふわふわで美味しいの。オムライスくらい練習するから。二度と食べたくない。じゃあ100万返して。借用書の写真送ったでしょ。あれ無効だね。は？弁護士に見せたらありえないくらい偽物だって。どこがよ。まず日付が入ってない。あなたとパパのサインの筆跡が同じ。明らかに偽造だって。なんで弁護士なんかに見せるのよ。あなたを信用してないから。じゃあ私は本当に1円も手にすることはできないわけ？そういうこと。15年もあの人に尽くしてきたのに。15年外で遊んでたんでしょ。どうせパパ言ってたよ、あいつの浮気癖には気づいてたって。そんな。でもパパは慰謝料請求しなかった。なんでかわかる？私への愛が残ってたのね。なわけあるか。お金を通してでもつながってたくないからだってさ。そこまで。私とパパは完全にあなたを拒絶した。だからもう二度と近づかないで。ママね、借金があるの。ほんと話が通じない人ね。500万でいいの。5億なら余裕でしょ。余裕だね。あなたが生まれてこれたのは私のおかげなのよ。押し付けがましい。お金貸して借金取りに追われてるのよ。アホくそ。貸さなかったら家の前で大声出してやる。勝手にどうぞ。私たちもう引っ越したから。はあ？あなたに家が知られてる以上こうするしかないって美佐子さんが。5歳の分際で余計なことを。二度と会うこともお話しすることもありませんが、あとはどうぞ勝手になさってください。レナ、そんな冷たいこと言わないで。5万でもいいから貸して。消えろクズ親。後日談。その後電話と LINE 全てブロック。パパの実家や親戚にまで押しかけて私の居場所を聞き出そうとしたそうですが、全て根回し済みだったので情報が漏れることはありませんでした。結局借金取りに捕まり、今は夜の街で働いていると風の噂で聞きました。あんな女にまともに勤まるのか疑問ですが、私は大学に無事合格。高校最後の春休みを使って美佐子さんとパパが生前行きたがっていたイタリアへ2人で行ってきました。パパ、素敵なママをプレゼントしてくれてありがとう。